馬場さん、はいよ。やっぱこういうのは選んじゃダメなんですよ。覚悟とお願いします。ありがとうございます。遊びに来たよ。もうねえよ。もうねえよ今日本当に。朝がすごくてもうねえよ。あの山積みがなんでこんななくなったんだろう。掘り出し物市。今日は掘り出し物市でしょ。やっぱりこうあの普段おしゃれなものいっぱいあるんですけどね。なんか当たってもらって。いや、500円とか1000円とか手に入るものをメインでとか、1580円とかね、当たり前のようにこうワンコインで買えたりする1000円以内だったりとか、どうしましょう。今どうしましょう。馬場さん、はいよ。やっぱこういうのは選んじゃダメなんですよ。覚悟とお願いします。ありがとうございます。じゃあリーダー覚悟と買うっつうから。暗い卓上手。あ、ちょっと待った。これもう一個ある。あ、いや、これ一つ買っていく。何よりも在庫管理ができてないですよ、ね、あるだけしかない。これ買っていく。これ、ね、よろしくお願いします。アーバンリージョンさんです。今までずっとあのアーバンレギオンって言っちゃったんですけど、アーバンリージョン、リージョンさんです、はい。よろしくお願いいたします。今日は、あれです。はい。はい、こちらです。鉄砲入れるやつ、はい、鉄砲入れるやつ。こちらですね、何やったらでっかい袋なんですけど、要はこれ、まあ、ガンケースとかちょっと大げさだなっていう人が鉄砲入れるやつなんですよ。鉄砲入れるやつ、こういう感じで、で上巾着になってますんで絞っていただいて、で畳んでいただいて、あとこれくるくるっとゴムになってるんで、ぐる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 と巻いていただいて、で、あとは止めていただくだけ。よく考えてるよね。はい。つけれるところ。で、これなおかつですね、あのテントの生地なんで。水に強いんですよ。リップストップナイロン、ね、そうですね、撥水加工してあるやつ、うん、で、水にも強いと、はい、こういう感じで、まあ、簡単に、まあ、収納できる、うん、で、そのまま車積んでいたりサバゲ行ってなくとか、このままだから車積んでもいいし、よくさ、リュックサックの中で先っぽ出るじゃん、うん、そうですね、その先っぽを出ないようにできるっていう、カバー、そうそう、カバー、これ結構よく考えますよね、はい、ヤーツシリーズ、ヤーツシリーズ、ヤーツシリーズ、鉄砲入れるヤーツ、はい、ね、もちろんこのめっちゃ滑るスリングね、これめっちゃ滑るスリングとこれですよ、2000万でもね、これ鉄砲入れるやつすごいのがめっちゃ滑るスリングつけれるようになってる、すげえ、やっとできる、すごくね、でこのまま背負える、うん、めっちゃ滑るスリングとこのパターンでこれがあればこれだけでいけますよ、うん、フィールド行ったらこう分解して銃にくっつける、銃にもくっつける、一石二鳥の、うん、これは考えられるかね、こんな高くないですよ、はい、どっちも使えるから、うん、これいいよ、話題のタクティカルサウナブランドレブル、タクティカルサウナ、あの猫印が有名なタクティカルサウナ、はい、こちらです、迷彩で、迷彩で買ったんだっけ、俺が買ったのこれ、こちら、これがあの D&D ラバーって買ったのこれ、どう使ってる、使ってるよ、もちろん、うん、サウナタオル、これね、あれ大きさどう、これだっけ、はい、ワンサイズですね、うん、で、これ今治さんのタオルなんですよ、そう、愛媛県今治のタオルです、頭にも負けますね。僕最近あの戦闘生活がお風呂壊れちゃった、戦闘でも釣りでもキャンプでも何でも使えるんで、お風呂が壊れちゃって給湯器頼んで3ヶ月入ってこないんで銭湯行かなきゃいけないんですよ。僕も今日買います。ありがとうございます。何色でも本日は町別さんにお越しください。
じですよね。でもこれ可愛いかな。どうですか。可愛い。可愛い。どう。いや、それはもう好みですね。どうもなに。好みです。ブースの方にお願いします。ちなみにババさんとやるとですね。え？お揃いじゃないですか。お揃いじゃない。お揃いじゃない。でやる。マヤドレスさんコーナーです。これいいよね。あ、いいね。女の子超可愛い。優しい。コメントが優しい。コメントが優しい。グレーがまたさ、いいよね。そう。胸のやつって貼り付けなの？貼り付けです。貼り付けなの？今回あの本当に今実は9月頃発売の予定だったんで、かなりあのパーカーで着るくらいのなんか T シャツの上にさらっと羽織るくらいの感じで綿なしで、あのライトに作ったんですけど、ちょっと納期がいろいろ遅れて11月になっちゃったなって、あ、綿ないのってよく言われてるんですけど、あのクビちゃんも、クビちゃんも呼んだから、未来もあるよ。おばさんの人生変わそうなんで、大丈夫です。人柱になってくるんですよ。大丈夫です。でかいの今出せて、すいません。これで A サイズです。はい、なんでちょっとね、M にしてちっちゃいコンパクト目だったんで、ちょっと大丈夫、まあ待つから。早めにでかいのを。待つから大丈夫。楽しみにしてます。はい。はい、マヨカルスコーナーでした。ありがとうございました。閉まらない。配信もこぶ。いや、もう僕あのフリーショーで。あ、よかったです。いや、もうね、いつお金取られるかすごい怖いですよ。いや、もう本当に。写真はまだタダですか。タダですか。もうちょっとしてちょっとお金。いや、そうですよね。そうですよね。なんかもうすべてヨシさんが有料コンテンツになっちゃう。いや、そんなことない。タダですよ、もう。もうなんか遠い存在みたいな。無限です。無限。D&G は無限にタダです。俺も映っていいの？わかりました。で、腹が出てる。うちのブース、あとでちょっとデスマシンマーク3展示してます。あ、年明け発売。今行こう。やってもらって。はい。え、僕よくわかんないんで、あの適当にあのリスクといてもらって。はい。あの忖度ないレビューをしていただく。僕いるとほら控えるでしょ。控えないです。僕がいるとちょっと悪いこと言えない。言えます。言える。言える。それはちょっとちょっと。だから僕抜きで。お客さんが見てるお客さんが知りたい情報をそうでしょ、忖度なし。やってきます。あ、しょ、許可 OK の許可 OK 許可 OK 忖度なしレビューなんで、はい、デスマシンだ、うん、汗びっちょびちょやだこれね、あのアルミかはい、で、まあ、ちょっとステータスがこういうふうに出てきたりとか、そう、キャットプレゼントすごいこれ、なんだろう、営業感すげえ。アイコントランプレンズレンズも交換できて、僕もすごくです。いつもありがとうございます。Break up.